はい、こんにちは。ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますカメラは、ハッセルブラッドの定番ボディですね。ハッセル 500CM のブラックボディになります。はい。はい、こちらの、個体ですけれども、ライカ 500CM ですね。でもって、プリズムファインダーがついてますね。こちらハッセルの、純正のものになりますね。はい。はい、こちらのボタンで、はい、ボディじゃなくて、フィルムマガジンが外せるようになってますね。はい、でボディの側から外観をチェックしていきます。外観はですね、この黒い、ブラックボディの場合はですね、こう塗装が剥げたり摩耗したりしているものが多いんですけれども、これは、綺麗ですね。で針側の状態も剥がれたりなんかヨレヨレしたりせずに大変綺麗ですね。この通り、ですね、このエンブレムのところも錆びたりしてないですね。ちょっと外しますね。よいしょ。はい、バックドアも大変綺麗ですね。ひび割れたり汚れたりとか全くしてないですね。はい、全体的に、大変綺麗ですね。この三脚取り付け部も削れたりせずに大変綺麗です。ミリアも劣化せずに綺麗ですね。はい、フォーカシングスリングは、こちらはノーマルが装着されてますね。グリッドの入ってない、プレーンなものになりますね。はい、シャッターも大変軽快に操作してます。かかったり遅くなったりしてないですね。はい、大変軽快に動作しております。はい、巻き上げもガリガリしたりですね、重くなったりしてないですね。はい、はい、こんな感じでボディには全く問題ないですね。はい、でこちらのですね、プリズムファインダーですけれども、こちらから覗いていただいてですね、ウエストレベルのようにですね、あの左右とか上下が逆になったりしないんで、好まれる方も多いですね。でウエストレベルのファインダーはついてませんので注意してくださいね。でこれファインダーはこれだけになります。はい、こちらのプリズムファインダーをお付けいたします。はい、僕なんかはこちらの方が好きですね。はい、直感的にフレーミングできますのでね、こっちの方が、いい感じだと思います。こちらのここのネジがちょっと取れちゃってますけれども、まあ、撮影には全く問題ないので、ご留意ください。はい、でこちらの、フィルムマガジンですね。A12 マガジン、こちらもブラック塗装ですね。はい、が付属いたします。はい、シリアルも一致してますね。で中にもですね、錆や腐食なく大変綺麗ですね。はい、これ入れましてと。はい、カウンターも1できっちり止まりますね。はい、でこちらをこれですね、スライドよくベコベコしたりしているものが多いんですけれども、これは綺麗ですね。はい、でこちらをこう入れていただいて、はい、でスライドを抜くとシャッターが切れる状態になっているんですね。はい、で今は、こちらの窓が白々でカウンターが1ですね。で一回シャッターを切りますと、はい、こちらの表示が赤になって、一回巻き上げますとカウンターが2になって、白々で撮影が可能な状態ということになるんですね。はい、もう一度切ると赤で、もう一回巻き上げると3になると、で白々になって撮影可能になると、こういう感じの繰り返しで撮影していただくという感じですね。全く動作問題ないですね。はい、こんな感じになります。でこのスライドをですね、入れないとこうマガジンが外れないように安全装置が効いてますね。はい、こちらのスライドを、はい、グッと差し込ん でここにスイッチがありますね。これをグッと押して外れるという感じになります。はい、はい、
ウエストレベルファインダーをですね、お持ちの方はこちらに、装着してお使いいただくこともできますね。はい。で、付属品ですけれども、こちらのボディキャップ、それとこちらの、はい、ハッセル、純正のですね、ちゃんと金具のついた、金具ここに取り付けていただけるようになっているストラップ、こちらをお付けいたします。はい。ということで、大変状態のいいですね、プリズムファインダー付きのハッセルの定番ボディ 500cm ブラックボディになります。ボディキャップとストラップ付きということになってますね。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。